龍王山は大阪府茨城市に位置する標高510メートルの山。北雪山系に属する。忍情寺が山陸に所在するため、忍情寺山とも呼ばれる。龍王山は茨城市北部に位置する。龍王山に東海自然歩道が設置されており、多くの登山客が訪れる。かつては北雪屈指の霊法として厚い崇拝を受けてきた。伝説によれば、 放記念館の頃、紀内一帯が大干つだった時、海生巫女が雷山市池を掘り、八大竜王を召し受けしたことにより、背後に控える山を竜王山と呼ぶようになったと伝わる。現在は山頂付近西側に八大竜王を祀る神社や宝池寺があり、中腹に七魚な不思議が点在する。山頂には三頭三角点が設置されている。 頂上付近は森林に覆われそのままでは展望が得られないため山頂の少し南東側に高い展望台が設置されている。展望台上からは大阪平野、生駒山地、六甲山等が望める。他、登山ルートには竜王の滝や穴仏、つ、不名岩といった見どころが点在する。竜王山へ登るには阪急バス、人情寺バス停近くの大阪府道1号線。 不動43号線人情寺交差点から東海自然歩道を登るのが最短である。なお、頂上近くの宝池寺下までは、茨城市立人情寺小学校前から林道流大山線が通じているため自動車での乗り入れができる。山頂までは人情寺バス停から徒歩約30分、放置寺下駐車場から約10分。ありがとうございます。